いつもご視聴ありがとうございます。8ビットチャンネルの B&です。このチャンネルでは DIY での洗車や車の情報を中心に動画投稿しています。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回はソリオバンディットの洗車となります。4時間の中でできる限り綺麗にして、ながら洗車のシリコンシャンプーで手軽にコーティングの方をかけていきます。蓄圧式フォームを使用した施工方法を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まず足回り洗車していきます。 IGL コーティングスのブリザードを使います。今回使用の洗車用品、概要欄に詳細リンクを貼っておりますので、チェックしてください。鉄粉除去剤、ながら洗車のアイアンデリートをホイールの方に噴霧して、先にタイヤハウスの方にですね、しっかり流して、IK ホームプロでブリザード、かけて40倍希釈をしています。 ETD テールブラシ5、こちらでタイヤハウスの方を洗って、一旦、泡の方を流して、鉄粉除去剤も1回高圧の方で流していきます。再度、ながら洗車のアイアンデリート鉄粉除去剤を噴霧して、先ほどの、ブリザードの方を泡にかけていきます。 IGL コーティングスのマルチの方でですね、リム内洗っていきます。コルトンカーケアさんのホイールブラシ、柔らかいマイクロファイバー素材のホイールブラシなんですけども、なかなかちょっと出番がなかったんですが、こういった隙間の多い形状のホイールでしたら、こういうブラシなんかで、ね、使えますので、今回使ってみました。でリム裏の方をですね、プロスタッフの鬼人で、洗っていっております。ながら洗車さんのアウトショットでホイールの表面の方を、やっていきます。このホイールのナットのところにもね、入っていってくれるね、毛の長い柔らかいブラシになっております。でタイヤの方は、バイカンのブラシですね。もう最近こればっかり使っておりますけれど、毛がしなやかで硬すぎず柔らかすぎないいいブラシだと思います。でしっかり高圧の方で、流し切ったら、シリコンシャンプーをスプレーして、また高圧で流していきます。でシリコンシャンプーは高圧で流した方がですね、しっかりとなんか定着してくれる、こういうウェットコート的に使うときは、このやり方の方がいいのかなと、僕はね、思います。そうした方がね、撥水もなんか強くなるような気がするんですよね。続いて、プレウォッシュ予備洗浄、細部洗浄の方を進めていきますけれども、前回の洗車がだいたい2ヶ月前ぐらいで、洗ってカーボロのエコーをしたって感じなんですけど、もう水の弾きもほぼないというような状態 で IGL コーティングスのブリザード30倍希釈したものを、MJJC のフォームキャノンプロの方を使いまして、プレウォッシュスノーフォームにかけていっております。そこから、細部洗浄ですね、 IGL コーティングスのマルチ多目的クリーナーを使いながら、ディテイリングブラシを使って細かいところですね、スポンジやミットの入らないところをシャカ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 やっていっております。今回もちょっと、4時間ぐらいという限られた時間の中での洗車となります。そういった中でどこまで綺麗にできるのかということで、かなり工程の方は急ぎながらというか、ちょっと効率重視な工程でやっていく感じにはなるんですけど、まあそういった中でも、手軽にできるやっぱりウェットコート系の部分がね、かなりいいんじゃないかなと思います。で続いてカープロのディスケールですね、これは20倍希釈、これをスノーフォームでかけた状態から手洗いの方に入っていくんですけれども、でこのディスケールが酸性のカーシャンプーになってます。でこの酸性のカーシャンプー
っていうのが軽い水じみというのを落としてくれる機能がありますの で、手洗いはディスケールとアイジェルコーテンスのウォッシュを少し混ぜて泡立ちと潤滑性を高めた状態でコンタクトウォッシュの方を進めていきます。で、カープロのダブダブですね、こちらを使って手洗いの方を進めていきます。手洗いはもうスポンジ派、ミッド派、クロス派みたいなお話があるかと思うんですけど、僕はベースはこういう形状のミッドが一番使いやすいかなと思いますね。ある程度重量、スート重量があるようなミッド、しかも大きめで割と厚手ではなく薄手のものでサイブ洗浄をしない時とかはですね、クロス使ったりして細かいところも入っていけるような状態で洗っていきます。水の弾きがちょっと綺麗な素水になった感じが見て取れたんじゃないかなと思います。酸性シャンプーを使うとこういう感じになることが多いですね。続いて鉄粉除去の方をしていきます。ながら洗車のアイアンデリートで蓄圧式フォームで、スノーシャンプーとアイアンデリートを、混ぜたものですね。ながら洗車さんの商品を使っていってますけれども、でスノーミッドで手洗い洗車をする要領で鉄粉除去も同時に行っていくという感じです。最近ちょっとこのやり方がお気に入りですね。鉄粉除去剤とパワーアワーのシャンプーをかけてスノーミッドで洗っていくと、鉄粉除去剤を、溶剤の残りがないようにしっかりと流します。続いていよいよですね、シリコンシャンプーを高難の蓄圧式フォームで施工していきますけれども、水の弾きが全くない状態からながら洗車のシリコンシャンプーを高難パワーウォッシュで40倍希釈にしてます今回で。このやり方なんですけれど、今回はスポンジ施工しております。まあ、ウォッシュミットやクロスとかでも全然施工はできますので、お好みでやっていただけたらいいかと思います。水のこの弾き方がちょっと変わってるのもすでにわかりますかね。さっきまで全然弾いてなかったのに、溶剤をつけて、こう、スポンジで滑らせていくと。で、高圧洗浄機で泡が出なくなるまで、しっかり流す。通常のシャワーノズルでももちろん施工はできますけれども、圧が強めでやった方が、しっかりとね、なんか定着するようなイメージですね。ホイールやった時と同じ感じですね。この蓄圧式フォーム、コナンカーウォッシュを使う、こう、シリコンシャンプーの、この発想のヒントですけれど、こちらはですね、CX30で有名な YouTuber さんのエナのカーライフチューブさん、こちらが、シリコンシャンプーシリシャン水っていうのをオリジナルで、高難カーウォッシュで施工されてるものがありまして、で、あ、このやり方ならシリコンシャンプーをスプレーでシュッシュッシュッシュやらなくても蓄圧式でベーってかけて伸ばして高圧でやったら均等にかつまんべんなくかつ定着も強くなるんじゃないかなと思って、ちょっと今回こういったやり方でやってみましたね。この方が一度にできる面が広いっていうメリットはありますね。で、本来でしたらもっと時間があればきちんと下地クリーナーをしたり、研磨をしたりした上でコーティング剤を塗っていったりっていうことをするんですけど、まあちょっと4時間といった中で鉄粉除去までして、
きちんとしたスケール除去までしてコーティングしてってやると、それはちょっと無理な話だなと思ってホイール洗浄まで見てるんですけど、撥水チェックの方に入っていきます。結構ね、弾きました。シリコンシャンプーだとこうあまり強くないかなっていうイメージだったんですけれど、割ときちんと撥水してるイメージですね。でこういうふうに車を撥水とかにしておくメリットなんですけど、こういった水のかけ方によって水残りがほぼない状態が作れるんですよね。そうすると水滴の拭き取りがすごく楽になる。でこういったシャワーをこう斜めみたいな感じでかけながら、まとめてかけながらスーッと移動させていくと本当に水残んないんで拭き取りが楽なんですよね。ですっごい余談なんですけど、マイクロファイバー洗っても大丈夫な柔軟剤っていうのがありまして、このランドリンの柔軟剤、マイクロファイバークロスとか大判の吸水タオルとかって、柔軟剤 NG って言われてるんですけど、このランドリンの柔軟剤がね、吸水が落ちないんですよ。しかもふかふかが復活するということで、ちょっとツイッターのフォロワーさんに教えていただいた柔軟剤なんですけど、最近はね、我々の、洗車が好きな者たちの界隈の中では有名になりつつありますので、皆さんね、マイクロファイバーの洗剤ね、洗って、そのランドリーの柔軟剤使ってみるといいですよ。で、タイヤワックス、タイヤのツヤ出しの方は IGL コーティングスのタイヤ。こちらは自然な感じのツヤ感が出る、ギラギラしすぎないタイヤワックスになっております。水性で伸びもいいですね。乳液状です。で、今使ってるアプリケーターが、これはアリエクで買ったものなんですけれど、すごく良かったですね。はい。といったところで仕上がりの方、やっぱ黒の車にこういうシリコン系のものを施工すると、もう圧倒的なヌルテカが手に入ります。今回ね、江南カーウォッシュでやらせていただいたんですけども、もう想像以上な仕上がりになりました。本当に簡単に手軽にな感じだったんですけれど、やっぱりね、黒の車は綺麗になりますね。で、余談ですけど、以前このソリオバンディと施工し洗車した時に10時間で1000円っていうお駄賃をいただいたんですけど、今回は4時間で2000円、時給500円で時給がアップしました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ご意見コメントお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。